大森地区に住んでいる福島市の大森地区に住んでいる小針忠と言います。半世紀前は髪のふさふさした青年だったんですが、今はこういった状態です。今この場所に立たせていただいていること、個人の意見を発表させていただくことに大変感謝しております。ありがとうございます。原発事故当時は私は一時孫娘を連れて県外に避難した苦い経験を持っています。現在私の家は小さな庭なんですけども、平常時 0.5 ミリ前クロシーベルトです。庭の隅の方ですね、雨水がたまるようなちょっと苔の生えるようなところは 1.5 あります。非常に高い数値だと思います。それでは私の考えを述べさせていただきます。私の考えは、原子力発電は2030年を待たずして、大飯原発の発電所以外は再稼働はゼロだと思います。将来的に原発はゼロでいいと思います。その理由として、原発は 100% 安全かということです。これは大変疑問に思います。最近特に心配している東南海地震、関東地震、それに伴う大地震、原発発電所の真下にある発電所が疑われていますが、全国にある老朽化した原子力発電所の設計は構造的、環境的において本当に安全なのでしょうか。頼る建築物なのでしょうか。第2に使用済み核燃料の問題です。六ヶ所村の再処理工場は97年完成の予定が技術的問題でもう18回も延期されております。核燃料の使用済み保管はすでに1900トンを超えまして、保管能力はもう限界の状態になっております。高速増殖炉の事故、プルサンマルの見学の行き詰まりと問題は山積です。第3に使用済み核燃料の最終処分方法、どうするかということですね。それと最終処分場ですね、これもまだ決まっていません。おそらく日本で引き受けるところはあるとは思いません。第4に、ひとたび原発事故が起こると、今の福島を見てください。町村部落、人々、家族、みんなバラバラです。1年4ヶ月経っても復興の兆しは全く見えません。除染も進んでいません。除染の効果も期待した報道ではありません。最近の調査で学校が再開される状態になっておりますが、元の学校に戻らないという生徒が 70% 超えています。そういうアンケートの結果です。子どもが戻らなければ町村に子どもがいません。村はどうなるのでしょう。子どもがいません。生まれる命もありません。村はどうなってしまうんでしょうか。福島でウクライナの女性医師のイフゲニア・ステパノワという医師の講演会を聞きました。その時に最後にですね、低放射能線量の被曝、これはずっと長い年月を見て注意しなければならないと何度も何度もおっしゃっていました。最近の NHK スペシャル報道によりますと、チルノブイル原発近くにある町の検査センター、アレクセイ・サンインツ医師の診療報告によると、事故後ですね、
もう25年以上経っていますけれども、25年間の累積被ばく量、15ミリシーベルトから27ミリシーベルトを被ばくした人の調査によりますと、心臓病、白血病、血管の病気が増加しているということです。ウクライナの内分泌代謝研究所のワレリ・テリシンコ医師、この方は要素の被ばくによる甲状腺がんをいち早く論文で発表した方です。この方が最近なぜか30歳の人に甲状腺が増加しているという発表です。要素はもうすでに消滅しているはずです。30歳ということは原発当時、ウクライナの原発当時ですね、この当時10歳前後の人々です。この方々に甲状腺がんが大変発生しているということです。そのことを懸念しております。以上の理由で私は原発的は2030年を待たずして早い時期にゼロにするべきです。では不足分、原発で補っていた不足分をどうするかということですが、第一に風力発電、陸上発電といろいろ方法あります。陸上の風力発電型はもうすでに福島県の布引山高原で、実用化されております。現在65,900キロワットの電力を生み出しています。海上型は海浮かぶ発電所、将来的に原発1基分相当の100万キロワットの発電が可能なプロジェクトがすでに始まろうとしているそうです。第二に太陽光発電、被災地の農地、海岸を貸した大規模ソーラー発電、ビーム暖式太陽発電の組み合わせ等で原発1基分の発電をするということです。申し訳ございません、そろそろおまとめに入っていただけますか。はい、申し訳ございません。第3に水力発電、じゃあ簡単に言いますね、水力発電、地熱発電、バイオマス電と、これらの発電を利用すれば、これらの発電を組み合わせてですね、日本人の高い技術と優れた能力をもってすれば、原発不足による発電は十分可能だと思います。この方法を政府がいかに方向転換して原発を廃止するかという決断だと思います。今まで、政府はですね、何回も薬害事件、公害事件でいろいろ問題を起こして、いまだに完全に終結していませんね。そういった過ちを何度も何度も繰り返しました。今度もこの原発事故でそういった過ちを犯して、あとあと30年40年100年後までに未来の子どもたちに問題を残さないでください。前の過ちを学習してください。はい、私が言いたいのは、原発をゼロにして孫の時代に安心してできる生活ができるような世の中にしてください。以上、私の考えです。ありがとうございます。ありがとうございました。